小久保哲也、小久保哲也、国保哲也、1985年4月12日隊は、奈良県葛城市出身のプロ野球選手、内野手、右投げ右打ち、広島東洋カーアップ所属。野球を始める前は、水泳をやっていたが、交友関係を広げるために、岩木小1年から、岩木デンジャーズで野球を始め、柏ボーイズに移り、5年生で全国優勝。 6年では日本代表として世界大会に出場。白宝中、柏ボーイズ中学部では日本代表の4番、首相としてアジア大会に出場した。PL 学園から青山学院大学に進学。小学校から大学まで全てのチームで首相を務めた。ポジションは高校時は遊撃手、大学時は二類種、遊撃手。子の頃、 プロ野球は近鉄ファンだった。大学では、東都大学リーグで4度のベストナインに選ばれた。2007年の春季リーグ戦では、打率3割7分3輪で、首位打者のタイトルを獲得。リーグ通算95試合出場、344、打数93安打、打率、277本塁打、39打点。第36回日米大学野球選手権。 大会日本代表では首相を務め、米国開催では初優勝となった。北京プレオリンピック野球日本代表にも一時登録されていた。2007年11月19日、プロ野球の大学生、社会人ドラフトで広島東洋カープに3巡目で指名された。指名挨拶を受けた、翌日のスポーツ新聞ではプロでの目標である2000本安打達成。 と書いた色を片手にたい焼きを食べる写真が使われた。11月23日、推定契約金7500万円、年俸1200万円で仮契約し、入団。入団会見では、大学の先輩、高須洋介のような勝負強い選手になることを目標に掲えた。背番号については、ルーキー時12という番号は投手っぽくてあまりピンと来ませんね。 将来は一桁か25番がいいですねと述べており、2010年からは4番に変更された。春季キャンプは一軍スタートが決まったが、キャンプ直前の自主トレ期間中に、広島名産の生蠣を食べすぎて、体調を崩し、練習を数日間休む。キャンプには問題なく参加したが、2月中頃には二軍に降格。そのまま開幕一軍を逃したが、 ウエスタンリーグでは2番に定着して、好調を維持。4月26日に一軍初昇格。同日の対横浜ベイスターズ戦で8回に、高橋県の代打として、プロ初出場し、送りバントを決めた。4月29日対読売ジャイアンツ戦で8番遊撃手として、プロ入り初スタメンを旗、2打席目で、初安打を記録。3打席目で、初打点を挙げた。 5月4日の対横浜戦では、寺原隼人から決勝タイムリーを放ち、初の立ち台に立っている。この試合の解説を務めた、大下武史は、今までのカープに足りなかった、内野手が現れたと評した。初勝覚後は2軍に降格することなく、シーズン最後まで1軍に残った。そよぎ英心の不調もあって、遊撃手を守ることが多かったが、二類手や、 学生時代はほとんど守らなかった三塁手もこなすなど、活躍した。ベテラン石井拓郎が加入し、キャンプから遊撃手のポジションは激戦区となり、初の開幕一軍入りを果たす。ところが、首脳陣から復活の期待が大きかったボンや、安定した守備力のある石井の陰に、イン、スタメンでの出場は少なく、代打でも結果を残せなかったこともあり。 シーズン中盤には二軍落ちを経験する。8月には、ボンの二軍降格による入れ替え。この時国母は、遊球場で二軍の試合に出場しおり、突然の呼び出しで試合を相対したにより、スタメンで出場する機会が増え、打率は3割以上を保ち、二番を打つ試合が多くなる。終盤は相手先発投手の利き手に合わせて石井と併用された。最終的には前年と比べて、 出場機会は減る形となったが、打率や出塁率などは前年より向上した。一方で遊撃の守備では20試合以上も、出場試合が減ったのに前年と同じ6失策を記録した。しかし、シーズン終盤になると、ファインプレーをたびたび見せるなど、課題の守備も向上した。遊撃のポジションこそボンに明け渡したが、 ジャスティン・ヒューバーの不審から栗原健太が三塁から一塁に戻ったことで空いた三塁のレギュラーを任された。しかし、シーズン序盤から打撃不審に陥り、守備でも打球の速い三塁の守備に苦戦し、六十三試合で十失策を記録した。調子が上がらないまま徐々に石井と併用され、また夏場には、好調な岩本高弘が一塁のレギュラーに定着したことで再び、 栗原の守備が三塁メインになったため、スタメン出場の機会をさらに失った。10月に台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれ、首相を務めた。開幕はベンチスタートであったが、6月に三塁手のチャド・トレーシーが離脱すると、石井拓郎と併用される形で、サードスタメンの出場機会が与えられた。しかし、 7月に球団が補強した、新外国人、ブライアン・バーデンが三塁に定着したことで再び、控えとなり、9月には、右指の故障で、チームから離脱することとなった。打率や本塁打数は、絶不調だった前年を上回ったが、出場時合数そのものは65試合と入団以来、ワーストの数字となった。開幕を一軍で迎えたが、 この年は、同林翔太をシーズン通じて三塁手として起用する。チーム方針もあり、なかなかアピールすることができなかった。6月下旬に打撃不振で登録抹消されると、代わりに昇格した菊池涼介が二塁手スタメンに定着したこともあり、一軍に復帰することはできなかった。また、シーズン終盤の9月に肘を手術した。開幕を初めて二軍で迎える。 4月下旬に前田智則が骨折、離脱したことで昇格。打力を首脳時に期待されて、ファーストスタメンやクリーンアップを任される試合もあったが、レギュラーを奪い返すまでの活躍はできず、6月に登録抹消。7月に再び一軍に昇格し、9月には三塁主導、林翔太が骨折したことにより、出場機会が増加した。相手先発投手の左右によって、 木村のボルワレとサードスタメンを併用される形となった。国母と木村は共に9から10月間の打率340をマークし、球団は史上初のクライマックスシリーズ出場を果たした。また、クライマックスシリーズ第1ステージでは、代打で2点タイムリーを放ち、ファイナルステージ進出に貢献した2年ぶりに開幕を1軍で迎える。 左投手対策のサードスタメンのみならず、一塁一種のブラッド・イルドレット・ヤキラ・カーイ・フエが、不在の時にはファーストで、スタメン出場をするなど、ユーティリティープレイヤーとして活躍した。また、代打打率、389、代打で30打席以上経った選手の中では、リーグトップ、代打打点15、高橋義信に次ぐ、リーグ2位の数字を残し、代打の切り札として、 存在感を見せた。スタメン出場は36試合に止まったが、チームを支える活躍で一度も登録を抹消される、ことなくシーズンを終えた。前年に続き代打の切り札として起用された。先発出場は6試合に止まったものの、代打では5月2日の東京ヤクルトスワローズ戦で、自身初の満塁ホームランを放つなど、50打数19安打、打率。 380と2年連続で高打率を残した。全体では打率296、本類第1、打点15、出塁率419、アップス785の成績を残した。10月16日にシーズン中に取得していた国内フリーエージェント系を行使せずに残留することを表明した。選手会長をソヨギエイシンから引き継いだ。シーズンでは 前年同様代打を中心に出場したが、思うような成績を残すことができなかった。しかし、菊池良介と丸加工をチームリーダーに導くなど、チームのまとめ役として25年振りのリーグ優勝に貢献した。チームとしては、リーグ連覇を成し遂げ、自身の選手会長就任期間の2年間でどちらもリーグ優勝を果たした。しかし自身としては、出場試合数が、 プロ入り最小となる2012年に次ぐ26試合、打率もプロ入り最低となる。175になり満足できる成績を残すことができなかった。選手会長としての2年の任期を終え、公認として副会長であった、相沢翼を指名した。頑張れよ、T、キングオブ男。患ジャニエイト、2014。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。